られてんだよ、このパターンだよ。いや、補填で3番に狂人ください。運営に届くかな。6番さん、準備完了してください。おい。はい、よろしくお願いします。狂人買ったら、もう3番は。はい。俺買ったらバレるけど。役職をお選びください。もう狂人だったら買ってくんね。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。何来たんで、俺ね、人外させられないで。俺は幼いから。あなたの役職は騎士。昨日なんか全部ハイソンだから、村の木。夜が更けました。人狼に気をつけてください。本当にさ、あの紙のパターン見ても、ロールがっこいいよ、まずメインで考えてくんない。それでまずメインで7割くらいはロールがっこいい。3割くらいは片白の人。こういうのは思考になってよ。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。占いです。1番白、把握お願いします。そうですね。もうね、霊能は、1周目から出てください。例えば、例えば明日ね、俺の対抗が1番さんに黒を打ったりとか、そういった場合とかって、もし仮に霊能を死んだと思える人が7割ぐらいいたらさ、その人を残すっていう方が強いと思ってるから、できれば、真を決め打ちたいからね、そういった盤面っていうの。続いて霊能。だからこそ、一周目から出て精査をつけたいと思っている。自分が納得できる考察をしてる。で、騎士については、そうだな。俺も2周目言います。守んね。噛んでくれ。色全然この村見えないなと思ったら出てくれっていうし、うん、占い守りだ。大体見当つくんだったら潜伏って言いますね。そのくらいですかね。あとは殴られたら殴り返しっていうのはやめましょう。そんなチープな考察はいらんです。1番のプレイヤーが発言します。はい、1番村人陣営でした。どうしようかな。その、9番さんの位置での占い師が出るのか。なんかね、そこを潜伏するよね、とか言ったらなんか考え方の違いだよっていうことで逆になんか俺が叩かれる経験をしてるからな。まあじゃあもうちょっと思考開示していきましょうか。今のところ9番さんしか出ていませんから。で、白黒言うときはしっかり理由を添えてください。かつ、実利発言、ムラスラ発言は、やめてくださいね。それは盤面が濁るから。なんかね、ムラスラ発言やめてくださいって言ったらね、熱投されて、ヤクスラもダメなのみたいなこと言われるけど、それはちょっと違くて、確定させられるんだったらそれはそれでっていうところなんだよね。だから、ムラリがある行動をできるだけしてほしくて、取引はやめていただきたいっていうところです。2番さん、どうぞ。2番のプレイヤーが発言します。はい。どうしようかな。まあ自分じゃあ霊能です、霊能。はい、霊能です。まあ9番さんが人外であれ、真であれ、まあ1周目のその1の人が言ったんで、まあ出た方がいいかなと思って出ますね。まあ僕は個人的に霊能を潜伏したいなと思ってたんですが、まあただ、9番さんの印象に触れると、9番さんはやたら霊能に触れる時間が長かったんで、まあ俺は個人的に9番さん霊すらしてくんのかなって思ってますね。はい。まあだから僕の対抗に出てくんのかなとか、ちょっと一応9番さんに厚掛けだけしときますね。まあそれは勝手な僕の印象なんで。で、1番さんに関してはまあ多分9番さんが占いだったら、まあその位置だったら潜伏してもいいんじゃないかっては思ったってことですよね。まあまあ、考え方の差ぐらいなんで。まあ、ただその発言に出てる以上、91っていうのはまあないのかなって今。3番のプレイヤーが発言します。ああ、もうクソつまんないんで、2縄で終わらせます。今のところ9番さんの発言では別におかしな要素はなかったが、白崎の1番さんがおかしすぎる。まず1番さん視点で、なんだっけな、その、やたら防衛感を持っているんだよね。白崎にもかかわらず。例えば、
訳す、ん？スライドはしないでに関して訳すらがどうちゃらかんちゃらで、聞き間違いを起こされて私がなんちゃら塗られるだとか。で、30秒ぐらい吸盤について触れて、その後に、自分の自己解除しますと言っていたが、特に大したことは言っていなかった。で、2番が、吸盤の、レースラを懸念するのもおかしいと思います。吸盤の発言って全てが占い師視点の話しかしていなかったから、それでレースラどうこうっていうのはどうなのかなって思うけど、普通に1、2ローローまであるかなって思ってます。まあ、2日目で、あ、2週目で、2縄で。4番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営特に必要ありません。ね。まあ、やっぱ2番さんの出方がね、もう偽ですよ。うん、じゃあどうしようかな、出ろ出ようか。もう2位偽進行ですね、私は。霊の決め打ってたらね、村はね、めちゃくちゃ強いんでね。で、やっぱ9番さん、まあ3番さんのツッコミは良かったかなと思うんだけど。うん、2縄で終わらす。いや、終わったら強いね、と思いますね。はい。だから、どうなんですかね。やっぱ、全人外露出とかもすごいいいですよね。だから、要はね、まあ、ムラリがあるかどうかですよ。だから一番さんが、まあ、進行論で、まあ、そういうムラスラとか嫌だけど、訳すらはいい。ムラリがあればいいじゃないですか、ムラスラもって思いますよ。潜伏もムラリがあればいいじゃないですかって話じゃないですか。まあ、2周目、盤面揃って、全人が露出したらいいな。以上です。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。私が真の占い師です。8番さん白、8番さん白、把握お願いします。で、対抗の9番さんなんですけど、現状強化、老化は分かってません。ですね、3番さんが2縄で終わらせるってかなり強くな発言してるんで、結構ムラ目で見てますね。で、まあ、1番さん、防衛感ありすぎっていうのも、同意見です。で、直近の4番さんが2の出方が偽でしかないって言ってたんですけど、2番さん本当は潜伏したかったって言ってたんで、それで、潜伏したいけど、1番最初に霊能は一周目で出てきてほしいって言われたからなーで出たんじゃないかなーって思うんですよね。だからわかんないです。騎士はとりあえず潜伏。6番。のプレイヤーが発言します。うん、2番が1画したら3番4番なんて字すればいいんじゃないですか。うん、そういうことですよ。3番4番が言ったことは2を切る要素はありませんよ。わかりませんよ。2進だったら3番4番は責任を負ってくださいよ。うん、そういうことですよ。3番4番が言ったことってことは8級5級にもわからないです。僕はまだ現状は。うん、2進の可能性もありますけど、うん、2縄で終わらせられるんですか。3番は白も黒もある。そういう人外もいるからね。4番、ムラリを出してるすらする人外に会ったことありませんか。いっぱいいますよ。すらは認めません。レースラ勝手にしてください。レースラした方から釣ります。ムラリあろうがなかろうが、考察が濁ります。はい、チームプレーの概念に反してる行為なんで、心置きなく釣ります。そっちから。うん。それはもう制裁釣りです。はい。スラはいりません。以上です。7番のプレイヤーが発言します。ああ、まあ直近の6に対してはそこまで、なんか進行論の違い叩かなくてもとは思ったけどね、正直ね。うん。まあ6がそういう動きをするんだったらいいんじゃないかなと思って。俺は騎士だからね、今日は。うん、別に出ても、まあ、黒を打たれちゃうけど、別に3、4が率直に偽だと思うっていうのは、3、4が思ったのであれば、1周目は素直に俺は口に出すって言ったから別にいいんじゃない。別に俺出ればいいんだけど、簡単な話なんだ俺は。うん。まあ俺も1の自己防衛感気になったし、2のどうしようかなって発言も気になってはいたから、3、4がそこを落とすっていうのは、村としては情報が更新されるか別にいいんじゃないのと思ってるよ。そこに対して6はちょっと叩きすぎだなと思ってるから、2が1画したら3、4責任取れぐらいまで言ったからね。とは思ってるよ。まあ確かに3、4が、ある程度、3、4ってとか、どっちかっていうと4か、4が、偽進行でいいんじゃないっていう強い口調は気になったけどね。でもそれを落とすのはいいと思ってるよ。8番のプレイヤーが発言します。はい。じゃあまあ、最初から触れていくと、まあ、9番さん、5番さんでしたっけ ?5 番さん、9番さん、5番さんに関しては、まだ現状ついていない、精査ついていないという段階で、
まあ、1番さんの防衛感っていうのは、まあ、3、7番さんが言ってたと思うんですけど、僕も感じてました。だからといって、どうなのかっていうのは、今現状思いついてないんですけども、なんか、9番さんの強靭な位置が囲われてるのかなとか、考えたりもしました。で、2番さんの出方で4番さんが叩いてたんですけど、それで芯切るんだって思って、ちょっと違和感覚えたのと、あとそうですね、3番さんにまた戻るんですけど、2縄で行くとか、なんか結構過剰な表現してるっていうので、これってなんか結構強靭アピールっていうのが経験則としてあるので、そういうのやめてほしいなっていうのがぶっちゃけた気持ちです。で、6番さんはなんか別視点で見てる感じがしたので、なんかいいのかなって思っちゃいました。で、7番さんは結局どこが怪しいのかなっていうふうに思っちゃいました。9番のプレイヤーが発言します。はい。霊能対抗いませんね。じゃあ2番さん近く、4番霊能。ああ、4番例のね、だから2番に対して偽でしかないって言ってたの。どっちでも言えるんだよな、4番目線って。4番目になったら俺考えられるかな、ラッキー。まあ、ほぼほぼでも。俺出ようかなと思った。別に出ない。まあ、普通に考えたら、例の心境でしょう。5番が8番に白を打ってることから、まあ、5強あるのかなとか思いながら考えてみたんですけど。まあ、グレーはね、変われで。申し訳ない。どう俺、無理だから。どうかな。まあ、例の釣り切りですかね。まあ、4番が2番に対して言ったことっていうのは、真でも強でも言えるから2周目かなって感じかな。うん、2番の出方も、どっちとも取れる。ごめん、わからん。わからんときは釣り切るのに。うん。で、俺一番白いなと思って7番さんかな。で、そう。3番と6番がめちゃくちゃ強い発言してて、で7番っていうのは、いや、6番何言ってんのって普通にこう、なんて言うんだろう。こう、過剰に叩くわけでもなく、こう、なんて言うんだろうな、この淡々と叩く感じ。すごいいいなって思った7番。あ、そのくらいですかね。8のその7の疑義を途絶えたのはわからん。そんなとこですかね。まあちょっと2、4ちょっと考えて、あの発言聞いて決めていきたいと思います。あ、2、2番目なんで彼は潜伏ね。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、3番さんに対してかなり違和感があるのは、その2縄のところはまあ過剰な表現としても、1、2がローローっていうところね。1、2がローロー。じゃあ、9が芯で出てきて、1、2、ローローで、で、1が9に対して触れず、2が9を叩くの。霊能、あなた霊能にスライドするんですか、厚掛けしておきますねって。1、2、ローローで。全然見えないけど。叩いたらダメでしょ。基本的に。だいたいこの人気曲において、新郎新郎ってこと？俺が後で占い師で出てくるってこと？2がローで出て、俺が潜伏して出てくんの？全然わかんない、その視点が。過剰な表現が強靭則っていうのあるけど、それ、今この段階において、占いに、霊の2、2、2番目において、ほぼほぼ大体占い師にロー、霊のに新居。って考えたとき、3番さんの発言がかなり浮く。気になるのは3番さん。あとは7番さんの位置で、触れてないほとんどグレーに対して、その3、6が、大きな動きをしているからとか、どこが釣り位置か言っていない。釣り位置言わないとヘイトを買わない狼があるからね。でも一番気になってるのは3番さん。で、6番さんに対しては、一旦その話を戻しているところから、まあまあ印象はいいよ。今日は3ずれでいきます。2番。のプレイヤーが発言します。はい、まあ今日は4釣りからお願いしたいんですけど、まあ僕は9番が一番最初の位置で占いで出てる以上、9番の新キャラっていうのが必要だと思って、まあその9番が例の1周目で出てきてほしいっていうんであれば、まあ出るべきかなと思ってた次第ですね。まあ4番さん7殴りは、まあこの人例のなんだろう、例ので出るんだろうなと思ってましたけど、まあまあまあっていうところですかね。まあ、案の定出てきたな、ぐらいです。
まあ、ほぼほぼ強靭だろうなと思ってますけど、僕は3番さんが強靭、8番さんがね、3番強靭あるんじゃないかっていう目線も、僕はちょっとね、1周目キースと思ったので、ワンチャン4ローもあるかなと思ってますけど、まあ、そういう意味でも4は落としておきたいなと思ってますね。4の色を見せてほしいなと思ってます。で、まあ、今の発言を聞いて、やっぱり9、1ローセットはないなと思いましたね。9番は7を白いって言ってるのに対して、1番は、まあ、7、グレースさせてないんじゃねって言って、まあ、黒糸までは言ってないけど、まあ、7にもちょっと、殴るような声を見せていて、まあ、連携が取れてないなと思ってますね。僕が一番白いと思ってるのは8番さんで、まあ、僕は8番さんの7に対する殴り、まあ、1番さんもそうなんですけど、まあ、それは僕もそう思って、7番さん結構6に触れる時間長かったなと思ってるけど、じゃあ7番さん目線でその3、4はどうやって見えたのかなっていう視点を落としてほしかったなと思ってますかね。まあだから8、1が結構僕は視点が近かったので、まあ9が2世であれ、5が2世であれ、8、1の隠れはないかなと思ってますね。はい。ってところかな。まあ6番さん、3、4めちゃめちゃ叩いてたって印象しかないです。今日4釣りで。3番のプレイヤーが発言します。これで村犬のかって思うレベルだと思うけど。まず6番っていうのはそもそも論おかしいかな。4番が2に対して霊能じゃない動向に関しては別に言っていいと思いますよ。だって2番さんっておかしかったから。9番が、占いつってる中で、霊能すらする動向って言っている人物。で、9番の発言から霊能要素なんか1ミリもなかった。で、そこで、霊能スライドをする疑惑の点ですね。これがおかしすぎるし、普通に1、2ローローって見えます。でも1番さんは、それをね、勝手に行こうとしているから、6番、自体から票を買ってるっていう風にも見えるから、普通に1、2ローロー今でも持ってます。で、そもそも単体で発言的におかしいのはそもそも6。2番が確定した場合、3、4から吊るす。この発言っていうのが普通に狼で、2番で、1確した場合においても自分に釣りには届かないようにしたいっていう思いが普通にひしひしと伝わります。で、7番が、6に対して確かに言ってはいたんですが、そこで、3、4の進行論への動向というよりは、6番のその2番が確定した時に3、4から釣り1ってこと自体がおかしいんだから、そこに対しての言及の仕方がおかしかったかな。で、かつ、全体的にふわふわっていう感じだった。結論的にね、村がいないっすね、これ。俺は二縄じゃ終わらせられません。村がいないんで。村を捕まえることができないと無理です。はい。今のところ2から落とします。で、2番さんの4番さんが霊能で出てきた。あ、間違えた。霊能で対抗出てくると思いました。は、無理だと思います。はい。んなもんかな。以上。4番のプレイヤーが発言します。3番さん拾ってくれたね。そう、2番さんが1個出現したんですよ。4番が霊能なんじゃないかなって思ったと。はい。まあ私は全人外露したかったからね、ワンチャンスライドして3仕様を狙ったんですよね、例の。まあちょっとダメでしたね。で、2番さんって、まあ結構、まあ、偽はさっきの発言で分かってもらえるんですけど、まあ強靭ですね、やっぱ歴的に。ってことはですよ。やっぱね、この村っていうのは霊能もすごい能力があるんですよ。つまり、あのね、3番さんってめちゃくちゃ目立ってんですよ。もっと言えば、2番さんって最初、霊能っていうか、語って出てきて、で、そこをね、一角する可能性があるところを叩くっていうのは、まあ私は新霊能だから叩けるけど、人狼だった場合叩けないんですよ。だって一角するかもしれないから。だから3番さんって白いんですよ。ローはない。だから1の3突っ込みはおかしいんですね。で、やっぱり6番さんっていうのもやっぱおかしいですよね。で、6番さんがローだから2番さんが、もし穴一角したら責任取ってくださいとなすりつけたわけですよ。そう、人狼だったら一角するかもしれない霊能を叩けないんですよ。はい。わかります ?6 番さん、あなたは人狼じゃない。だから今日は、6-1 の欄なんかいっちゃったらどうでしょうか。そしてその色を見て、2と4がそれを色を落として、霊能を精査してくれるっていうのはどうでしょう。どうですか号泣で言うと、やっぱ俺若干5の方が真に見えてるから。7番さんが結構一番村に見えてるし、3番さんも村に見えてることから、俺今日6からいけるんですけど。心霊の6からいきたいと思ってます。どうでしょうか?5番のプレイヤーが発言します。いや、4番さんめっちゃ尖ってるね。尖ってるの好きだけど、悩ましいよね、これ。2番さんの出現は私も拾ってて、
あ、先に3番さんに言われちゃったなっていう感じですね。で、あと1番さんがね、7の石でほとんどグレー触れてないっていうのは、同意見なんだけど、今日3行きたいっていうのはおかしくない？おかしくない？うん。って思う。6-1 のランか。いや、正直ね、結構そういう尖った進行嫌いじゃないから、私はちょっと乗りたいなっていう気持ちはあるね。ある。うん。まあ、他は村の皆さんに考えていいけどね。レーロラは明日からでも間に合うだろうし。で、グレーの中で気になってるのは、やっぱ、7番さんがすっごい色見えてないなっていうのがある。2周目でもっと深く触れていって、ここがこう怪しい怪しいっていう風に言うのかもしんないけど、1周目の時点では7番さんが色一番見えてない。1番さんも割と怪しい。あー、対抗が何で。6番のプレイヤーが発言します。22番面を。分からずにやる占い師だったら5番の芯切りますよ。5番も9番も。今日は2番か4番ですよ。22番面ですよ。それでグレー行くならその場合に村つったら5、9は正義に追ってくださいよ。うん。4番でいいですよ。4番は芯はないですよ。芯であってもいりません。あなたは2番を押さなきゃいけないんです。22番面です。あなたの自己中プレイをするゲームじゃないんです。あなたは2番だけ押すべきなんです。他の人の色が見たい。何パーセントですか ?3781 の色だったらいいよ。そのロラだったらいい。6以外であればよかったですけども。うん。まあ、そういうことですよ。まあ、2番が出現しようが4番いきます。うん。4番のプレイは、人狼殺のプレイじゃない。まあ、5番も新切りますよ。2か4に行かない占い師は。うん。簡単です。22番目ですよ、これ。霊能、基本ロラしますけども、4番が残っても。芯は追えないです。とてもじゃないけど。うん。あなたは2番を押さなきゃいけないんですよ。2番の色を見るのが仕事なんですよ。大事な仕事なんですよ。2番が白なのか黒なのかを見る仕事があるんですよ。グレー何分の1ですか ?5 分の 1? うん。確率で考えて、狼 20%? 進路白なら狼がそもそもいない？うん。それもわからないプレイヤーであれば、いらないんですよ。うん。2の新進行で行きますよ。僕はもう4番釣ります。2番釣られても4番を必ず釣ります。新とは思えないです。24のランです。はい、以上。7番のプレイヤーが発言します。うん、まあそうですね。今日は24のランですね。5番さんがその発言することによって、5番さん強靭で24に狼が出てるっていうのも追われますよ。うん。っていうふうに率直には見えちゃうよ。5番さんが強靭で、9が死んで24に狼が出てるから霊能から行きたくないっていう5番さんの狂人に俺は率直には見えちゃうよ。5番さんがあの発言するとっていうところから、今日は24どっちかに入れます。はい、必ずね。そうだな。で、俺はぶっちゃけ占い、まあこういうことを言っちゃいけないのかもしれないけど、占いは俺クロスしてほしいと思ってるかな。うん、率直に俺グレーの中には狼いねえんじゃねえかなと思ってて、18どっちかに囲われてんじゃねえかなって俺は思っているから。うん。だから俺はクロスを飛ばしてほしいと思っているかな。まあ24どっちかから行くって言ったら、まあ正直、2からかな、と思ってるかな、発言的には。まあ4のね、進行もね、意味はわからなかったけどね。4の場合ってさ、4は2の2性が見えてるわけであって、何、4は2が強靭だって 100% 置いてるわけ？だったらその進行を取ってもいいと思っているけど、2がローの可能性はまだ残っているんだから、4視点はやっぱり2を釣らなくちゃいけないと思っていて、2の色を4は真だったとしても落とさなくちゃいけないと思っているよ。だからあの発言はないけど、正直1周目からの、積み重ねで2の方が怪しいから2から行ってしまうけどね。俺は率直に、18どっちかに囲われてんじゃねえかなと思ってる。8番。のプレイヤーが発言します。はい、まずその7番さんに、まあ、明日の18が囲われてる理由を、
まあ、その言ってたと思うんですけど、山麓は狼っぽくないってことだと思うんですけど、なんか、なんていうかな、なんか理由明確だなっていう印象があったので、まあでもそっか、山麓、だから山麓はなんか進行論な、なんか殴り合い、あ、山麓じゃないか、4、4、6か。まあ、なんか、なんていうかな、山麓は、なんか精査ってとこじゃなくて、進行論的なとこで殴ってる印象があるんで、まあそういう思考になるのも、まあ、七番さんわかるのかなとは、今話しながら思ったんですけど、で、一番さんは結構その、白いかなと思って、理由としては、その、霊能者の話、結構霊能者のなんか精査まず入れるじゃないですか、皆さん。で、一番さんはもう、グレーの話をしっかりとしていて、三番さんが怪しい、で、その次に七番さんが怪しいっていうふうに、その、なんかその姿勢が白っぽいなって思ったので、ぶっちゃけクロス占いしてほしくないなっていうのがあるんですけど、で、ヒューマンさんがその7番さんに、なんか雰囲気的に言ってたことから、2番目、これ現段階の仮説としては、まあ、97、91はないんかなっていうふうに思ってて、ヒューマンさんが狼だったら96か93かなと。で、5番さんなんですけど、なんか、これは直近の7番さんがおっしゃってたように、強靭なのかな、その、9番から始まって、5番の1で最後の俺に白出してるってことなので、5番強靭4狼っていうすごい安直ですけどっていうのもちょっと思ってきたので、かつ、5番さんが1番さんのことを怪しんでる理由がなかったので、黒塗りしようとしてるのかなっても思っちゃいました。で、今日なんですけど、まあいや、例の人は釣り切りで、まあはい、釣り切ります。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いには、どんな根拠が？死んでも、制裁釣り。うん。君、騎士が噛まれたら終わるんだね。うん。だから、こういうプレイ、こういうことを言う心霊のが多すぎて、ひたすら、二戦目に追われて、負けるケースがあるから、もう、黙って、制裁ずり。これは悪いけど、反省してもらうための。うん。真の可能性があるよ、4番は。うん。でも、今回は悪いけど、もう、感情ずり。制裁ずりの意味も込めて。はい、私、心霊能でしたね。はい、私、心霊能でしたね。まあ、心霊能は、まあ、二が強靭に見えたとき、グレーいけるんですよ。まあ、ちょっとこの村にはまだ早かったのかなって感じなんでね。まあ、二は多分強靭だと思う。っていうか、今ね、まあ、ちょっと6番さん白くなったから、やっぱり、俺が釣りをした、釣りをすって、グレーに行ったときに、その反応を見て、人外かどうかっていうのもあるんだけど、まあ、基本的に人外、まあ、二番が強靭だった場合、ローは、やっぱり4-2の欄に持ってくるんで、まあ、6もまた持ってきたから、まあ白くはなってないけど、どうだろうね。俺8番さん黒く感じたんだけどね。8番さんなんかめちゃくちゃ2周目黒かったな。とりあえず、92816。92816。はい、人外いますね、ここに3人外。92816に3人外。これだけ覚えておいてください。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけて、騎士の方は夜のアクションを行ってください。5番の方、4番に入れたってことを考えると9番で新芽ないんだけど、これ残念な新なの、これどうすんだよ、これもう9番守っとく、守りたくねえけど、どんな根拠、4番の方が例の新に決まってんだろう、伏線も張ってたぜ。ただ、4番のプレイっていうのは、結局、そういう風にやる心霊能が多すぎて、2戦目に見られんだよ。進路進路で負けたゲームも、霊能がそういう風に言って。昨夜は、1名の方が亡くなりました。よかった。9番のプレイヤーが発言します。ん？ 4 黒？ 4 黒なの？ってことは、2番目線は、え、5強なの？え、ちょっと待って。5番は3黒出してるんだ。4黒？え、9番も真の予感があるけど、いや、そんなにわかに死んじゃってんだろ。マジでよ。でも、もし仮に死んだとして、3-4?4 番っていうのは、奇跡の3-4釣り押しに行った。そうでしょ。ってことは、今日ではなく、ロー。だって、4がローで、3号のローローが濃い。あ、でも分かんないのか。で、5は3黒なの。
なんだろう、占い。4番にいるだって。騎士いませんか？騎士出てください。出たらすげえスッキリするんだけど。9番怪しいね。9番怪しいね。多分、5が、あ、いいよ、もう。いや、これ2は普通に強靭でしょ。で、2強で5ローだとすると、だから4番と同じだよ。やってはいけないことを言うな。5の3、3の黒が濃いってのは追えないってことは、6、7。占い師だからそれ言ってもいいって、そんなこと言ったら、ダメだから。5と、5と6でやり合ってるようには見えない、あの、1周目の発言ね。ってことはごめん。俺、1周目と全然違うんだけど、7黒になっちゃうんだけどな。あ、以上。1番のプレイヤーが。だから8なわけねえだろよ。9番が8かまでなら9番が死ぬ可能性もあるけどね。2の4の精査だったら2の死が、2の死だと思っていて、4が偽だと思っていて、4番さんっていうのは昨日の発言で、遺言の時に92816に3人外って言うんだけど、死んでね、グレーついた人がいるんだけど、その発言、死んでくれ、4番。これで2戦目終われんのよ。死んだからこそそれが言えるけど、それは言わないんだよ。それを言うことは2戦目に終われるの、もう。おかしいでしょ、どう考えても。4番の目線が。で、もし昨日、4黒、5黒の時、すげえすり合ってんな、あの話が合ってるなと思った。4番さんが尖った動きをし、5番さんがそれに対して、4番さん尖った動きしてるね、いいねって言って、グレーに行こうとした。俺が昨日さんずりって言ったのは、ちょっとあれはミスった、あの失言っていうか、あの霊能オーロラだからね、基本的に。ちょっと思い余って言ってしまったって感じ。で、だったら5番さん目線っていうのは、尖った動きが好きなんだったら、なんで1が黒っぽく感じる ?4 番が尖った動きをしようとしている。じゃあ1番も尖った動きをしようとしている。それの黒塗りね、おかしいでしょ。6番さんに関しては、もう妥当なことしか言っていない。昨日の段階でね。例のロラでしょ、確実に。2が死んだと思っているよ、俺は。うん。でも、例のロラで行こうか。基本的には死んだと思ってるよ。で、5番さんが3に黒。騎士が出ていない場面で打ったって言うかもしれないけど、3番さんの動きっていうのは、どう見ても強ムーブだと思っている。安心して黒打ちしたんじゃないかなって、俺は正直思っているけどね。2番のプレイヤーが発言します。まあ僕、球審だと思ってるんで、1番さんは村だとは思っているんですが、僕、昨日の段階で三強陣っていう視点を落としたんですけど、いや、でもやっぱ3番さんって多分2周目の発言も聞いてると、ちょっと僕、興味ないかなって思っちゃったんですけどね。うん、単純に強気な人なんだなって思ったぐらいですかね。一周目は前分かんなかったけど、かなと思って、僕は3番村かなっては思ってるんですけどね。うん。でも4黒だったんで、まあ、僕びっくりしたんですけど、僕はね、46か47だと思ってるんですよね。まあ、4番さんが昨日、6を、3、1に上げたわけですよね。まあ、6、1ランって言ってたけど、なんか不自然だなっては思ってて、で、4番さんが無駄になんか7番さんだけはまあ白だっていう弾き方をしたんですよね。なんか4、7だった時ってそういう弾き方すんのかなって思ってるんで、僕は4、6、4、7どっちからと思ってて、まあ4、6の方が濃いかなとは思ってるんですけどね。初日からライン切りかましてきたのかなと思ってますけど。で、5強に見えてますね、僕は。はい。かなぁ。まあ、3番さんは5に黒打たれてるんで、まあ、3番さんがどういう精査するかなんですけど、まあ、僕は今日、6か5行きたいと思ってるな。3番のプレイヤーが発言します。てか、まず第一に1は隠しろね。ああ、でもこれ視点って、いや、多分全視点1って隠しろ。あ、違うんか？いや、わかんねえよ、これは。いや、隠しろだよな、多分。5番を死んでおいた時でも。うん、多分合ってると思いますよ。だから2番視点で1が白いっていう発言自体間違ってると思いますけど。で、5番さんが強靭で3に黒。うん、まあ、打てなくはないかな。多分、この村で圧倒的に白さを放ってっから。それに関しては、うん、半信半疑だが、2番の1周目、1日目の発言ですね。2周目、1周目、2周目ともにか。で、今日の発言もしっかり、うん、それで死んではないと思いますけど。はい。
普通に、4番視点で1、6から詰めたい、正義でしかないと思いますよ。うん、だっておかしいところって、1、6が尖っている7に関してはふわふわって形だったから。で、8に関しては取っかかり、突っかかるような要素はなかったっちゃなかったからね。まあ、ぶっちゃけ、俺は5番から落としていいけど、別に2ずりでいいんじゃない？って思うけど。どっちでもいいかな、正直。まあそれでいいっすね、別に。大した問題じゃないんで。はい。以上。まあ多分6じゃねえかなと思うけどな。はい。5番のプレイヤーが発言します。まあ3番さん黒だったんで、そこは置いといて、ね、私1番さん黒塗りしようとしてないよ。若干その辺みんな勘違いしてると思う。うん。とりあえず4番さんのトリッキーな動き、そういうの好きだよっていうのは、勝率上げたかったら、それはテンプレに乗っ取った進行論に行けばいいんだけど、そういう動きしたくなる気持ちもわかるよ、好きだよっていう感じね。うん、っていうか私が1番さん黒塗りしようとした点ってなんだろう。3行きたいってどうなのって突っ込んだところで、2番さんが真だった場合、4で黒落ちてるから3黒出てて、3番落としたらワンチャン終わる可能性もあるのに、2番さんがそれを言わなかったことから2番さん偽の可能性十分あるなって思ってます。まあ、村全体的に多分私が偽、特に狂人で見られてると思う。で、対抗の9番さんは狂人だと思うのね。うん、黒位置が全然分かってない狂人に感じるってところかな。6番のプレイヤーが発言します。どっちが真なんでしょうね。まあ9番は7番でもらったら、9番が真だったらね、狼探す気あんのっていう。7か3に決まってんだろ、んなもん。狼グレーであるとしたら、本当に8占いってしなくていいよ。7か3だっつの、狼探すゲームだね、これ。7は村ってた瞬間、こいつ大丈夫かなと思ったもん、本当に。はじめっか7占っとけよ。5-7とかあるかもよって思うけど、9が死んだったらね。まあ死んじゃないんだったら9-3とかあんのかな。まあわかんないけど、2は多分偽だと思うよ。4番？俺は死んだけど釣ったの。4番のそのプレイスタイルは間違っているから。偽目に追われるプレイスタイルだから、やらなくていいんだよ。2番は絶対に2番だけ釣る。俺は2番の色を見る。これでいいんだよ。これでもう10秒で切ってくれ。もう無駄だから。16の色みたいって。それはもう、偽目に追われちゃうの。心霊のがよく言う、それを。おごりだよ。自分が偉いと思ってるのか。言っただろ。5分の1よりは、確定人外の2番を押しなさい。これからはもう。こういうおごりの、思ってるプレイはやらなくていい。だからそのプレイ正すために、制裁ずりした。真であっても。2番には真はない。まあ、3か7でしょ。3か7でしょ。まあ、9番が7の色付けをどうするかを見ましょうか。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい。6が4真に見えてて4釣りに行ったっていうのはね、俺はちょっと納得できないけどね、制裁釣りだっつってた。正直ね。まあ確かにね、昨日の発言的には5強で見えてたんだけど、5が3に黒打つのって結構強靭だったらリスクはあると思っているかな、正直。ただ正直5の芯は追えないと思っている。今日の発言からね。3って9が強靭に見えてんの？じゃあ2、4が振動に見えてるってこと？
で、2の神はないって言ったんだよね。じゃあ、2、3狼です。2、3のつながりとかってこうって言うべきじゃないの？ああ、そもそも、5ってもう仕事は終わっているんだよね。3が黒で、2、9のどっちかが、ん？ 4 で黒が落ちてて、3、4か、2、9のどっちかが黒っていう、まあ、ないでしょ。仕事終わっているんだよね。まあ、とは思っているかな。うちのことって大丈夫。まあ、いいんじゃない？まあ今日は俺は2から落とすけど、昨日も2入れてるしね。まあ明日号泣の占い見て決めるけど、俺はもう5ほぼほぼ偽だと思ってるけどね、現状。5がほぼほぼ偽だと思っているよ。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移って、その疑いにはどんな根拠があるのかな。57っぽいぞ、これ57っぽいね。その疑いにはどんな根拠っぽいね、これ投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。はい。まあ、そうっすね。レイロラっていうのはまあ無難だと思うんで、安定進行でいいんじゃないですかね。はい。まあ、とりあえず僕は僕の仕事できたと思っているんで、まあ、ぜひ参考にって感じかな。まあ、あんまりこう役職好きじゃないんで、まあ、新芽取れなかったみたいなんで、まあ、それは申し訳ないなと思うんですけど、まあね。困ったときは、僕が死んだってことを思い出して、ちゃんと精査してください。はい。まあ、ちなみに、誰だかに、まあ、4クロ落ちてんやったら3つってっていうのもあったんですけど、全然それもありだったんですけど、僕、まあ、言った通り、3番村だと思ってるんで、まあ、3クロはないなと思って、まあ、3つったとて、まあ、僕はだからそういう理由で子が偽に見えているので、まあ3つっても裏目線はまあ、まあでもそっか。俺のあれがわかんないですもんね。まあでも僕は別に3つるって頭なかったっすね。うん、3が村だと思ってるんで。はい。ってところかな。まあはい。僕はまあ、とりあえず5は偽だってのはわかってるんで。まあ6、7どっちかでしょうねって感じですかね。はい。頑張ってください。夜が更けました。人狼に騎士の方は夜のアクションを。その疑いにはどんな根拠があるのかな。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。今日3番釣りましょう。うん。3番さん何にもないでしょ。その後、1、7が精査して。応急の精査して。聞こえる？聞こえてる？うん。あのさ、1番。あのさ、あなたの命守った人間がいてね。できる男はね、うん。村がよほど悪いんだけど、村が精査ができてないってことだよ。うん。村が精査できてないってことだよ。今日は3番行きましょう。心置きなく。うん。まあ、1、7、2、4、教授いたら知らん。あ、てか、あ、いねえんだ。あ、3番か、黒じゃん。うん。ありがとう、ありがとう。うん。ありがとう。うん。3番か、黒じゃん。うん。ありがとう。グッジョブ送りましたけども。はい。はい。送りましたけども、3番さん。送りましたけども。はい。あ、4黒かもしれないけどね。うん。
一応答えましたけども。うん。いや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 。一番噛んできてね。私守りましたよ。うん。まあいいでしょう。3番で。うん。あ、まさか乗っ取りも追うんですか。びっくりしますね。はい。一番守りしたよ。うん、俺が騎士。いやいや、黒く見られてて余裕でグッジョブできたから。ラッキーと思いました。あ、1番騎士じゃないっす。俺です。以上です。3番でいいっす。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい。6騎士確定でいいと思いますよ。いや、初日から騎士か狂人どっちかしかないと思ってたから。うん。いや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 。俺は、うん、6これで騎士でやってんだろうなってずっと思ってたから。うん。だから俺は6の、こう、ね、次の位置でいて6叩けなかったんだよ、正直ね。ああ6っていうのは騎士ムーブにしか見えてなかったから、俺目線。で、とっかな。まあ、3が本物だとしたら、使用するタイミングが遅すぎると思っているかな。3で終わらなかった場合か。なんで終わらなかった場合どうなんだ。てか、5狼視点で3を2日目黒囲いにしに行くメリットはちょっと今日の夜考えようと思っているかな。とりあえず3でいいんじゃないかな。はい、3いきます。9番のプレイヤーが発言します。いや、これ今日、5強で3の黒子枠で終わるんじゃないのこれ、普通に。でも、二進に見えなかったけどな、遺言とか。わかんないけど。まあ、今日3釣って、で、明日が来るんだったら、5郎。そんだけですよ。まあ、普通に6番さんってか7番、まあ、俺目線だって、6と4、あ、ね、2進で置いたとしても、4進で置いたとしても、6の黒ってのは見えないよね。あ、2進では追えないな。でも、わかんない。5の、だって5、5、3で黒で囲うから。あの盤面で5っていうのは、1周目、6を釣りに行ってしまって、だから3番で終わらなかったらね、分かんなくなるよこれ。さっきのパターンと違うからね。いや、普通に3で終わると思ってます。白囲いないよね。はい、紙ではもう分かんないからね、ロロが囲いかどうかはね。さっきは紙でもう、あ、ロロ囲いっていうのが分かったけど、今回は分かんないよ。8で乗っ取られてなかったらね、騎士が。もちろん、7番さんがその6番さんに対する理由は分かるけどね。まあでも静寂に、霊能ランに持っていってるところは、しっかり安定で勝利に導こうとはしているけど、8番さんも発言は、1が白いと思うからクロス占いする必要ないって言ってたからね。まあ今日3行くけど。1のクロスはする必要がないって言ってるだけだからね。うん。8に対してのクロスじゃないからね。が黒で落ちたときに。っていうかよ、もうよ、大丈夫これ。3が君を守って俺信じてもらえねえって、もう、まあ1番噛んでっていうか7守りしかしねえから俺も。1番なんで残ってても、俺が釣られる未来しか見えないから。てか、俺に黒出してくれた方が偽だから、出してくれねえかな、5球が。3番。1番はもう白だから。プレイヤーが発言します。1番さん何言ってんすかね。ここの盤面で3番6番が仮使用してる時点で、8番さんの仮乗っ取りなんて存在しえないんですけど。何を言ってんのか全然わかんないっす。1番さん最初から最後まで何を言ってるか本気でわかんないっすね。はい。ね、これね、6番さんが黒なんですよ。うん。あの、5番さんが偽ではあるんですけど、6番さんが確定で黒なんですよ。わかります？ここって、どう考えても1番なんか守る盤面じゃなく、9守る盤面なんですよ。わかりますか？ 7 番さん。7番さんについて言ってます。で、9番さんにも言っておくが、そもそも、6番の狼追わないんですか？5番さんが狂人、6番狼まで全部追わなきゃダメですよ。その場合って3つったら PP 負けだからね。9番さん大丈夫？あなたしっかりして、本当に。大丈夫か？ 3 番から釣っていい理論なんか成り立たないぞ。な。昨日の盤面下で、とりあえず5番が3黒打っている状況下で、そもそも、6番が守り先を1番って言ってて、なんで9視点で6番が真になるんだ？
大丈夫かな、そこのとこしっかりしてくれ。だから今日3、6のランにしてください。今日6釣りから絶対入ってください。てか、そもそも3番、6番比べてどっちが黒かったっすかね。6番さんっていうのは、始終、4、2から釣る盤面です。そんな当たり前のことしか言っていなく、色落とす発言を2周目ですらしていないよ。1番さん。大丈夫ね、1番さん。本当にしっかりしてくれ。まず、この盤面で乗っ取りっていう盤面がありえないっていうのが一つ。な。で、それでプラス2、4のランで、そんな当たり前のこと言ってどこが白予想になるんですか ?1 番さん。純粋に発言から要素取りしてください。今日3、6のランで、はい、6行ってください。以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ、今日は3行っていただきたいんですけれど、とね、あれ、何言おうとしてたんだっけ？あ、そう、6番さんが9守り、あー、でもそっか、9守りしたけど8番が噛まれてたのか。あのさ、本当に53なの？あんた3黒出てんだろ？ 9 番なの？これ。もう知らないからね。これもう53なのこれ。だって。3黒出てんだろこれ。したら。5番が悪いからね、もうこれ。何これ ?3 黒出てる人の発言でねえのよねえじゃん。あなた3黒出てんだろ？何言ってんの？もういいよ、もう5番で負けたら5番が悪いから。何言ってんのこれ。5強の3の黒誤爆で終わるんじゃないの？で、終わらなかったら私が偽でしょ、俺が死んでしょっていう話の持っていき方になる？いや、5番は何言ってんの ?3 位って9でしょ、何言ってんのこの人。もうどうすんのこれ、7番。まあ、昨日の話なんだけど。何なのこの分かりにくい人って、これ。3位って終わんなかったら9でしょ。じゃないです。私1番さん占ってません。はい。何言ってんのこれ、マジで。隠しろだったのは8番さん、だから5番死んだったらちゃんとしてよ。3位って終わんなかったら9でしょ、うん、ちゃんと言ってよ、もう。ちゃんと分かりやすく言わねえとわけわかんねえんだよ、こっち目線よ。3番が9の方になんか白ってんだから3級でいいんでしょ、これ、多分。もう5番がこんな発言すると、ロロ学位追われちゃうで、しっかりやっても4も5も。わけわかんねえ発言されるんでしないでくんね。な、でもこれどうすんの？俺噛まれた方がいいんだけど。投票が終了しました。1なんか残していいよ。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。ああ、はい、これ4進ね。あ、4進。うん。2強。まずお願いがあります。確実に6を噛んでください。6を噛んでください。あとは千さん村に任せて勝負するしかないし、勝てないです、これ。夜が更けました。人狼に気をつけて、騎士の方は7守り一択だよ、もう。どんな根拠があるの？奇跡の1が見して。これ3級でいいんでしょ、本来は。5番は何て言ったの今さっき。ちゃんと死んだったら、あのさ、3黒出てんだから、もう3釣って終わんなかったら9って言えばいいだけだのに、なんかわけわかんねえ、回りくどいこと言って。多分5番死んだんでしょ？だから4も5もさ、あのさ、伝わるように言わなきゃダメなんだって、4番死んだと思ってるよ。あの、言う人いいんだよ。1名の方が、まあ、責任逃れだからいいけど、6番。死んだからグレーの色味。わかるけど、反発食らうからやめた方がいいんだよ。マジか。あれだよね。5が2日目に黒囲いをしたのか、っていうとこだよね。正直。考えなくちゃいけないのは。5が2日目に黒囲いか。うん、5が狼起点だったのは、占い結果は2、4が新居が見えている。番組占わなかったって何なんだろうと思うんだけど。その状況下で、うん、占わなかったっていうのも変だし、もう何言ってんのか分かんなくなってっから負けんだよ。占うべきでしょ、まず死んだったら。いやでもこれあれか、ちょっと待てよ。36神経で24神道って可能性もあるのか？ってなると、5番のロロ学院も追わなきゃいけない発言だったね。なんか分かんない。3番どう出てんだ、3番釣って終わらなかったら9番です。6進確定ですとは言えないの。黒囲いじゃない可能性もあるってこと？
何なんだろう。だから結局5、3も終わらなきゃいけないからこんな風に迷って。9視点っていうのは7が白、1が白。もう少しはっきり発言しないと。9視点だと1、8、7が白か。いや、さか登って聞きたいんだけど。1、8、7が白で。なんか変な発言してたような気もするんだけど。そっか、例の。まあ俺はいないから、迷わなくていいからいいんだけど。打ち明けが分かんないのか、やべえ、分かんなくなってきたな。だから2強。発言聞いて。5、3か9、3ってか、占い結果出せよって話で、まず。はい、9番のプレイヤーが発言します。はい、さっきね、7番さんがね、3の強靭を打ったけど、3の強靭はないよ。だって3目線って黒打たれてるから、5のローは透けてるはずなんだよ。わかるよね。2、4の、例えば 3強靭だとして、ね、2、4どっちかがローかわからない。それは。ワンチャン2がローで言ってるかもしれないし。だけど、5の芯を落とすような発言は3の強で絶対にしない。わかるよね。だったら3っていうのはめちゃくちゃ黒くなって死ぬっていうのが静寂なはず。ね、変なこと言って、ね、死ぬっていうのが3の、強靭目線だから。だから3のはローなんですよ。そこまでわかるから。で、結局だから、5っていうのは一周目、ワンチャン6釣れるかもと思ったんじゃないの ?4 のことを強靭だと思って、いや、これ6釣れるかなと思って、やったんじゃないの。だけど、村はそうはいかんわ、そんなの。で、だからもうそこでもう新芽を落としてしまったから、そこはもう黒囲いで、最後3人生き残ってもらおうと思ったんじゃないの。で、8噛んだんでしょ。で、8狩りだと思って。で、それでもうだから全て破綻してしまったんで、だから。わかるかな、これ。3は今日はないよ、だから。ね。5枚いてください。だから初週だからミスっちゃったからもう黒囲いするしかなかったっていう、そういうことですよ。以上です。1番のプレイヤーが発言します。すまないね。今日ちょっと疲れていた。3と6が狩りでやってるから8の乗っ取りはないね。ごめんね。やっぱりね、5番さんって一応占ってないから分からないって言うけど、そうじゃなくて、5番さんっていうのは3黒が出ていて、霊能は2一陣がいい、3が黒、の時に、1はねないのよ。白があなたの対抗に占い師が9番でいるんだから。だから1は白なの。5番さん占ってなくても。で、あとその初日からの単体精査をしてもね、新占い師は、霊能を釣り切ってる間に、グレーを占って落とせるの、2回分。霊能をロラしてる間に2回分占えるの。それをグレーに持っていくのは、俺は死んでないと思ってるからね、正直。占い師としてはね。まあ、村としても2、2番目が強い理由は、霊ロラしてる間に2回落とせるところね。で、6番さんと3番さん、結局6番さんが噛まれたでしょ ?3 が偽でしょ。だから、5、3の黒囲い、俺は見るな、正直。7番さん、もし、もう一回9番さんと5番さんの発言聞きたいなら、俺は5に入れるから、7番さん9に入れたら、9と5は入れ合って。俺はでも5だが偽だと思ってるけどね。しっかりアンサーしてほしいわ。以上。5番のプレイヤーが発言します。しっかりアンサーするって何に対して一番さん。で、まあ、占うとこなかったから、最初、9番さん、強靭で見てたんだけど、黒でしたっていう感じで、まあ、9、3、朗朗だったんだけど、そうなんだよな、初日でな、4番さんの、その、ちょっと尖った感じ、いいね、いいんじゃないみたいな感じで、乗っちゃったのがな、大失態なんだよな。多分それでもう今残っている人全員から芯切られてる状態なんだけど、9番さんの方が言ってることは真っ当だし、話もうまい。いや、これはもう
話もうまいじゃなくてさ、うちのうまさで完全に負けてると私は思っている。占ってないとか何言ってんのこの人も。なんですよ。で、うん、あのさ、占うんだよ。3黒だから1白なのっていうのを。あ、そうだよ、そうだよ。だ言われたら確かにそうだよって感じで。占わなくていいってまずないから。だから、そこはちょっと許してほしいな。一番さんだって疲れてるから発言ミスったんでしょ。あと、だから、その、5偽の思考ロックを解いてほしい。3つって終わんなかったら9なんだね。って言っても多分無駄なんだろうな。もう5番がこれだったら。占ってません、連発するわ。でもね、逆に論を言うと、ちゃんとゲームしてるんだよ、もう死んだったら。トリッキーな動きもしなくない？あなた7と9占ってませんって。毎回言ったよね。俺死んでマジで言ってんの。7と9占うんだよ。3級ロールは追えないの？この5番の頭の中は。もうしょうがないんじゃない？もう。3番つって終わんなかったら9がなんで言えねえの？ 3、4、9強化。しょうがないよ、もう。もう俺死んだったらしょうがないよ。投票が終了しました。ほんとね。しょうがないよ。もう入れられる発言しても。ほら。でも死んだんだよ、もう。だから5番が悪いんだよ。だよね。そうなるよね。なんていう発言してんの、5番が。いや、もうほんとごめん、ほんとごめん。ひどい発言してんだもん、ずっとさっきから。新占いが悪かった。新占いが、お、ちょっとその、4のトリッキーな動き、たまにはそういうのいいじゃんとかって乗っちゃったのが悪かった。マジで申し訳ない。いやー、やっぱね、変な動きするもんじゃないね。するもんじゃないね。いや、そうじゃなくてさ、無責任なんだよ、あなたは。語が偽ってのは分かってるっていうの。そうじゃないっていうのよ。なんで前の日にはっきり言えねえの？ 3 番で終われば3、4、6、6、2が新。いまだ未定のどっちが新強か。3番で終わらなかったら2強。だからつまり3、9、6、6っていうことだけ言えば、たった2通りしかないことを伝えらんねえ。7と9は占いませんでした。これを連発する。お疲れ様です。夜が更けました。いや。ふざけてんの？もう嵐と同じレベルなんだけど、この物言いは。あのさ、ちゃんとゲームに取り組んでくれよ。3番で終わらなければ9番っていうたった一言で済んだ話でしょ？ 3、4、6、6、9強か、3、9、6、6、2強。この二通りしかないので、今日は3番に黒出てるので3番言ってください。終わらなければ9です。3、9、6、6でしたって。済む話だったのに、この人の問題点はさ、なんその弁明がひどい日なんだよ。入れられるって言ってんじゃん。この信号分かってくれる人って俺みたいな人しか分かんねえんだよ。普通の人分かんねえんだよ、この物言いだと。いや